津波はですね、1階の天井までですね、全部事務所関係は全て水没と、あとまあ工場設備も全部あの津波の方で全部浸かりましたんで。ヤンマ診療所っていう名前でですね、日赤の方先生とあと薬剤師のチームの方が常駐していただきまして、約3ヶ月、まあ、地域医療ということでぜひ使ってくださいということで、まあ、お役に立てればこれ幸いということです。はい、病院ですとかいろんなあのインフラ関係の非常用の発電機をあの取り扱っているものですから、例えばこの辺りですと石巻の赤十字病院ですね、それがやっぱ起動したということで、いざという時にきっちり稼働して皆さんのお役に立てたというのは非常に私どもにとっても本当にまあ喜びですよね。本当にね、8月からサンマが始まりますので、そちらの方のサンマの補機関ですね、照明だとか使う補機関のエンジンの整備、こちらの方もこちらでやっております。はい、特にあの一次産業に直結した部分もありますし、ライフラインに直結した仕事もやらせていただいてますので、我々が早くこう復興することによって、やっぱりそういった漁業者の方、そういった農業者の方にもやっぱ少なからずやっぱりあの復興の一助になるということは自負しておりますね。はい。